どうも、鳥取研究所です。本日もですね、飯田康之先生のところに私がお邪魔させていただきまして、はい、飯田先生のです、明治大学研究所、研究室ですね、の方で収録しております、うん。どうぞ、本日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。パチパチ。まあ、ちなみにですね、今、研究所って言い間違い、はいはい、だったわけなんですけど、実はここね、うん、明治大学地域経済研究所、という研究所でもあるんです。あ、そうなんですか、うん。研究所じゃねえじゃねえかって思われたと思うんですけれども、一応ね、まあ、今年度から明治大学地域経済研究所というのが立ち上がりまして、あ、素晴らしい、立ち上がっただけでまだ何も始まってないんですけれども、要は飯田先生一人しかおられないんですね。あ、一応ね5人いるんですけれども、あ、すごいじゃん。5人いるって言っても見て分かる通り居場所はないので他のね、研究所の先生とか研究、うん、社の方に所属していただいてて、うん、でちょっとねこの地域経済の研究っていうのをもっと続けていきたいと思ってるんですけれども、で昨日のお話なんですけど、地域経済を、うん、まあ、足を引っ張るというか、うん、ブラックホール東京っていうお話があるんですよね、はい、ちょっと教えてください。はい、この増田レポートと呼ばれた地方消滅という本から、まあ、10年、はいはい、まあ、その続編として新しいデータを使ってで、これからの今後の人口を推計するっていうプロジェクトなんですけれども、うん、その中で、ブラックホール型自治体というのが定義されました。これは人口は流入しているけれども、うん、出生率は低い自治体。人はたくさん来てるけども子供が生まれない自治体ですね。はい、これをねブラックホール型、つまりそこにみんな集まっていくと出生率低いから、出生率が低いので日本の人口減少がもっと加速する。典型的には東京都で、東京都の中でも例えば、まあ、前回最初のレポートでは消滅可能性都市に分類されていた東京都豊島区、豊島区ってピンとこないとすれば池袋周りのエリアですね。そこはとにかく人口は流入してるけれども出生率は低いと。でそういうところにどんどん人が集まるから日本の人口減少が加速するっていう話なんですけれども、はいはい、まあ、これまあ、間違いでして間違いなんですね、はい、はいはい、まあ、確かに減少面として人口流入が多くて出生率が低いって、うんうん、東京とかと大阪の一部の自治体とかあるんですが、それね、別にねそこに引っ越したから子供を産まなくなるっちゅうわけじゃないんですね。単純に言うと、うん、当面結婚する予定がない、またはもう今後もないっていう人がそういう大都市部に移住してくるだけなんです、うん、産まない人が選びがちな町で、この産むだの産まないだのって言ってるとね、まあすげえメディアで怒られるかもしれないんですけれども、はい、もう今回ね出生の話だからどうもなんないですね、うん、そうですね、うん、俺たち産めないですからね。そうなんです、そうなんです、そうなんですよ。単純に言うと例えば高校の時の彼氏彼女、うんうん、地元の連れの友達とかと結婚して家庭を築いていこうっていうタイプの人は、うん、まあ東京に出てこないわけですよ。地元ヤンキーでずっと残り続けるんですね、うん、はいはい。で彼らは早めに家族形成するから、うん、当然出生率高いんですよ、2人3人、うん、はいはい。でそうじゃない人が大都市部に出てくるんです、うんうん、そうするとこの特殊合計出生率って、うんうん、子供の産んだ数、うん、割る15から49女性人口なので、もうちょっとね正確に言うと、一応特殊合計出生率っていうのは、うん、30歳の女性が産んだ子供の数、うん、割る30歳の女性の人口っていうのを15歳16歳17歳18歳19歳と足していくと、はい、これを特殊合計出生率、あんまり時間を置かずに産む予定、うん、またはつもりがある人は地元に残り、うん、そうじゃない人が東京に出るので、うん、地元では分母が減って、うん、出生数はそれなりにある。うん、だから地方都市また地方の方が出生率は高く、単純に言うと地方で相対的に出生率が高いのって、うん、女性の数が少ないからなんですよ。分母が女性の数なんですから。なるほど。女性の数が少なくなればそれは全体としては上がっていくわけですよね。一方で東京はっていうと女性の数がどんどん増えていくので、分母がでかくなったら全体の数字はもちろんちっちゃくなる。
ここで言う女性ってのは15から49歳までの女性ということは、地方にあのオラが村に嫁が来ねえっていう問題はあるってことですね。あ、そうですそうです。なるほどな。男関係ないですから出生率。そうですそうですそうです。それこそですね、別に東京があるから結婚しない人がいるんじゃなくて、うん、結婚しない人にとって、まあ、単純に言うと、うん、地元に比べると結婚しないって決めちゃった、また結婚したくない、また少なくとも今のところ結婚する気がないっていう人にとって、うん、まあ東京の方が暮らしやすいんですよね。仕事もありますしね。単純化すると、うん、まあ例えば家族とか周りから結婚しないの、うん、ってプレッシャーが少ないと。あ、まあ、さらに言うと、もう例えば地方圏から進学ならまだしも、じゃなく進学関係なく東京に出てくると、うんうん、多分東京に知り合いは極小だと思うんです。本当に少ない。いないですよね、はいはい。まあ、職場のつながりぐらい、うん、まあ、職場のつながりであんまり結婚のプレッシャー言ってくるって、まあ、興味はあんまりないですから。まあそうですね、うん、はい。まあ、例えば大学進学をきっかけに東京に出てきた人を、うん、もうそんなにあの、まあ、地元のほど中密な人間関係ってのは気づかないですから。まあ、そもそも血縁がないですからね、うん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 、なんかそうすると、まあ、過ごしやすいっていうんで、うん、要は結婚しないタイプの人が東京に集まりがちなんですよ、うん、でそして結婚しなくてもプレッシャーもないし、うん、あとはあの結婚してなくてもそれなりにレジャーがあるんですね。女の人の選択肢が多すぎて、うん、いい時代なんでしょうけど、少子化はもう当たり前みたいになっちゃうってことですよね。そうで、ここで、実は大きな問題があって、はい、何かというと、うん、これまでの社会、例えばあの団塊の世代だと、はい、障害未婚率が 5% 以下だと言われてます。つまりはあの 95% の人は1回は結婚するんですよ。結婚と出生ってすごくリンクしていて、決して子供は作らない、またはあの望んでもできないという方もちろんいらっしゃるんですが、ほぼほぼ結婚数と出生数ってリンクするんですね。さらに言うと結婚の時期、初婚年齢と出生数もほぼほぼもう完全に相関する。でそういった中で、かつては結婚するのが当然だっていう圧があったんですね、うんうん、でそれがなくなっちゃった時に、まあ、それは圧力がなくなったので良いことですっていうのも一つなんですけど、うん、ほとんどの社会制度というのが、うんうん、大体結婚するし、うん、大体子供がいますっていうのを前提に、日本だけじゃないんですが、日本の制度ってバーってできちゃってるんですよ。人生のロールモデルがあるんですよね、うん、それに沿って法律とかあの体制が作られてるっていうことですよね、うん、でそのロールモデルがなんかよくわからんことになってるってことですかね。そうなんです、うん、例えばあの高齢者医療費がわかりやすいですが、うんうん、高齢者医療費昔は無料だったんです。すごいじゃん。今も1割負担ですよね。だからあのうちのお袋とかもね、よくね、あの湿布もらいに行ってますけども、薬局で買え、薬局で買え、そうですね。安いし、安いし、あの有効成分多いんですよ。ああ、なるほど。病院で処方でもらえる。で、それとかって正当化してきたのは、うん、高齢者の方の医療費を高くすると、うんうん、結局その分その息子娘世代が払うことになりますと、うん、まあ、つまりご高齢の方収入貯蓄が少ないじゃないですか。ああ、なるほど。で、そこに医療費を高くすると結果として息子が払うんでしょと。だからそれを防ぐためにも高齢の方の医療費を抑えるっていうのは現役世代にとっても有利な制度なんです、うん、あれでもなんか引っかかるものがありますね、うん、そうなんです、はい、子供いる前提になってますよね。おかつてだったら、うん、まあ、大体の高齢者の方、はいはい、まあ、もちろんそうじゃない方もいらっしゃるっていうのはともかくとして、うんうん、世の中の大体の人は大体子供世代がいて、うんうん、でその子供世代は現役なわけですよね。なるほど、うん、だから高齢者の負担を抑えることが現役世代の負担を抑えることにつながってたんです。でさらに言うと現役世代としては、まあそれはね、今だと毒親問題とかいろいろ言いながらもまあ育ててもらったわけですよ、うん、まだ今の後期高齢者はそうなってませんが、うん、少なくとも団塊ジュニア世代になると、うんうん、障害未婚率が3割以上になってきます。すげえ。そうなった時に、うん、まあご結婚されたことがない、うん、またお子さんいらっしゃらない高齢者の人の医療費を軽減することっていうのは、うんうん、誰の負担によって行われるんだろうっていう問題に必ずつながってくる。誰の負担、つまりは今までだったら、いやいやこの人の医療費がかかりすぎて、うん、たら結局息子がケツ拭かなきゃなんねんだから大変だべって言ってた話なんですが、いやいや息子いないじゃんってなった時に、
その彼らの医療費を次の世代が、その人に育ててもらったわけでも何でもない次の世代が負担することっていうのが果たして正当化できるんだろうかと。そうすると、うん、もう日本の社会全体が、まあ、2パターンあります。2パターン、あの1つはもちろんあのだから少子化は良くない、うん、もっと子供を産むっていうんですけど、うん、もう正直団塊ジュニア世代はそろそろ出産完結年齢になるんですよ。 なってますね、うん、あの団塊ジュニア世代って僕なんです。自分が、うん、まあ、46でございますんで、うん、男の僕でも性欲がないですから、ね、ちょっと難しいです、はい、そう、あの私48、今年9ですけれども、うん、大体まあこのぐらいまでが団塊ジュニア世代、ちょっと長めにとってもその世代、我々がまあ高齢者になった時、うん、さあ誰が支えるんですかもうこっから子供増えないですよこの世代の子供はね、うん、ってなった時にもう一つの方法が世代間助け合いっていう発想をやめたらどうだですよねっていう、それしかないですよね、うん、これはね、私は世代間助け合いはね重要な制度だと思ってたんですけれども、うん、まあ今 も一部思ってますが、うん、ちょっとこれを長期にわたって維持するのは、うん、残念ながら無理な状況に至ってしまったと。そうすると分配は同じ世代の金持ちから貧乏、あ、金持ちから貧乏人に分配するっていう方法に直していかないと、うん、これはあの今はギリ正当化できてる世代間助け合いですが、うんうん、団塊ジュニア世代では正直無理だと思います、うん、若い人の現役の労働者世代からお金を引っ張る方法じゃなくって、うん、同じ世代の金融格差ってやつがあると思うんですけど、うん、そのお金持ちから、まあ、ちょっと上前を跳ねて、そうそうそう、同じ世代の医療費とかに回すってことです、うん、そうですね、それが正当ですよね、確かに、まあ、消滅可能性都市から、そして東京ブラックホール論へっていうのを考えたときに、うん、この東京ブラックホール論から見えてきた日本型家族っていうのが、または日本人の一般的なライフプランっていうのが変わってきてると。なるほどな。でその時にね、改めて思うのは、うん、またハラ婚なんだっけ、結婚ハラなんとかなんとかなんとか、いろいろハラハラありますけれども、ハラハラ、実はその、うん、結婚をしろ圧っていうのは、うん、社会にとって必要だったのかもしれないっていうふうにね、だと思います、うん、なかなかやっぱね、結婚しろ圧がないと結婚しない、これが一つ、うん、もう一つはですね、うん、実は日本において、うん、同年代で恋愛結婚をする人の割合って、うん、1970年代から変わってないんです。え、つまりあの全人口のうち、うん、恋愛結婚をする人の割合、なんか僕らの世代トレンディードラマとかあったじゃないですか、うん、あれでなんかもう恋愛結婚すごい流行ったみたいな話だったと思うんですけど、違うんですか？そう、1970年代後半から、うん、やっぱりあの一定数6、7割恋愛結婚なんですね、あの結果の、そう、それがそのまんまだから、あ、また未効率3割4割になるんです。そういうことですか。昔から要は日本人はだいたい6割恋愛結婚して、うん、4割お見合い結婚をすることでみんな結婚してたんです。なるほどね。お見合い結婚数パーセントですよね。で恋愛結婚する人はそのまで通り、うん、っていうと障害未婚率の上昇って、うん、ほとんどが見合いの減少で説明がつくんですね。だいたい見合いってその男の人が紹介したパターンじゃなくて、やり手って言われてるおばあさんがいて、うんうん、親戚のうるさ、なんかめんどくさいって言ったらもうね、うん、めんどくせえばばあ、何組成婚させたっていう人になると、うん、まあやり手って呼ばれるんですけど、うん、それがいなくなりましたもんね。とこれで思うのが、人類の歴史ってでかいですけど恋愛結婚うんぬんっていうのもありながら、あの家と家の結婚っていう概念が強くなってくる、またはあの親が結婚さすっていう考え方で培われてきたものってのは何らかの意味がある。これってあの経済学だと比較制度分析っていう分野が結構重視しますけれども、なんか知らないけどある程度の時代続いてきた制度っていうのには何か合理性があるんだと。一方でその結婚しろしろ言うのはハラスメントです、良くないっていうのは、うんうん、本当にここ20年ぐらいの話ですよね。まあ個人の自由とかっていうのは重要だと思いますが、その一方でそういった結婚はした方がいいよとかっていう周りの圧も
すごく悪いことで前時代の遺物で、とにかく覗かなければならないものだったかどうかっていうのは、正直ね、わからない。ずっとなんとなく形成されてきたものっていうのには、それなりの合理性があって、古い家族観を復活させろとか私は思わないです。なんですけれども、もう古い家族観が崩壊してしまったんだっていう前提で、いろんな政策を考えると、さあ、もう世代間助け合いは、維持不能だよね。なるほどです、ね。って思うんですよね。ということでですね、まあ東京ブラックホールっていうお話からですね、昔から続いた制度には意味があるんだよ、ってのと、日本人の生き方みたいなものにですね、いろんな言及をしていただきました。ということで、まあ僕らが老人になる頃には医療費は高くなるんでしょうね、先生。もうめっちゃ高くなると思います。それで行きましょう。はい、鳥取研究所でした。